ゾッキャヘドロンの直径は約38ミリメートルである。ゾッキャヘドロンとは、ルーゾッキによって発明された100面のサイコロの商標である。玉を元に作られており、ゴルフボールの形をしている。いくつかの面が、他の面よりも間隔が狭いような不均一な配置により、いくつかの数値が、他の数値よりも出目の頻度が多くなることが疑われた。 ホワイトドワーフに掲載されたテストでは、ゾッキャヘドロンを5164回ロールした結果、デメの頻度は不均一であると結論付けられた。一部の数値は他の数値よりも大幅に多くなった。93を超える数値、及び8未満の数値の出る確率が低い結果となった。テストが公開された後、ゾッキャヘドロンは再設計され、 すべての面がより均等に配置されるようになった。ゾッキャヘドロンの外観は2003年9月19日までアメリカ合衆国の衣装特許 D303553 によって保護されていた。元の特許にはゾッキヘドロンをロールした際のブレーキの機構に関する言及は含まれていなかった。元のゾッキヘドロンには実用診断はなかったが、 特許6926,276万6 6ではブレーキの機構が保護された。この特許は2025年8月9日に有効期限が切れ、マルチサイズで不規則な形状の粒子を含む球状ダイスにのみ適用される。ありがとうございます。